メリークリスマス。どうも佐藤金です。ミカエルです。はい、皆さん、このクリスマスの夜をどうお過ごしでしょうかね。そうですね、皆さんね、はい、いろんなクリスマスがあると思うんですけれども、はい、気持ちをね、穏やかにこう、ね、幸せな気分でやっていただけることをお祈りしております、はい、でですね、今日はですね、クリスマススペシャルということで、はい、サザンファミリーの皆さん、まあね、このサザンキングダムをご視聴いただいている皆さんに、桑田佳祐さんにメッセージをお願いしますということで、ね、はい、お願いしてたじゃないですか。はい、そうですよね。で、多くの方にね、あのメッセージを、顔出し、顔も NG、ね、も含めて、音声のみ、音声映像で、答えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃったので、はい、それをね、一挙今日はご紹介させていただこうと思います、はい、まあ題してですね、桑田佳祐さんに届け不安の熱い思いという形で、桑田佳祐さんに、クリスマスプレゼントっていうことなのかな。そうですよ ね、はい、そうですよね。桑田佳祐さんに熱い気持ち、不安の熱い気持ちをね、聞いていただきたい、はい、届けたい。ぜひ佳ちゃん見てください。はい、ということでね、早速始めていきたいんですけども、はい、まず最初に、はい、一番バッターで、はい、ミカエルさん、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、桑田さん、私はあの桑田さんの歌が大好きです。で、息子も、桑田さんの大不安になり、孫も、桑田さんの不安になる予定です。はい、で、3代で桑田さん、サザンオールスターズの、ライブに行きます。必ず行きますので、いつまでも、素敵な曲を作って、健康に気をつけて頑張ってください。はい、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと感動しました。はい。で、これからもうね、はい、もう桑田さん、もう痺れるような、はい、本当に応援メッセージ、もう、ま、はい、めちゃめちゃ来ますからね。はい、最後までぜひ桑田佳祐さん見てください。はい、もちろんサザンファミリーの方も、あのね、クスダンキングダム視聴者の方も最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、それでは早速始めて。いません。メリクリー。チャンネル登録よろしくお願いします。イエイ。兵庫県から桑田さんに愛を込めて、去年は愛媛に行ったけど今年は名古屋だぜ。イエーイ。桑田さん大好き。イエーイ。サザンも大好き。桑田さん、来年待てよ。桑田さん、66歳すごいですね。もう体力はとてもじゃないですけども尊敬します。これからも頑張ってください。お願いします。桑田さん来ました。宮古島にも来てください。待ってます。ずっと応援します。病気しないでね、長生きしてね。桑田さん、はじめまして、14歳のニキビ面の坊主頭のガキがおじいちゃんになるまで、あなたをずっと追い続けることができました。これはひとえに桑田さんのやっぱり素晴らしい才能のおかげだと思います。これからもお体を大事にして、私たちにまた夢と希望を与えてください。私たちも笑顔をたくさん届けれるように、近づきたいと思います。よろしくお願いします。はい、桑田さん。さあ、息子と来ました。桑田さん、私に手振ってください。お願いします。いつも桑田さん大ファンです。はい、では桑田さん、私は45年ほぼファンでいます。生まれた時からっていうようなことはないけど、とにかく一緒に生きてきて、一緒の同じ時代を生きてこれて嬉しいと思っています。一不安です。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。桑田さん頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。Thank you.
あ、いつも家でやってるのあるんですか。思いの作業。思いの作業ね。はい、宇賀高校生の、サザン応援団に入ってます。ケイスケ桑田の、今でも君を愛してるが一番好きです。辛い時も、楽しい時もいつも日常に寄り添うような歌で、とても楽しみに新曲も待っています。これからも、しっかり楽しみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。最高。はい。ということで、はい、福さんの方が、はい、桑田圭介さんに思いを馳せて、はい、情熱を訴えて。応援してると、まあ、これほどね、応援していただける、はい、桑田圭介さん、羨ましいぐらいですね。もうなんか胸が熱くなりますね。胸が熱くなる、はい、最初にね、ミカエルさん、うん、こうメッセージを聞いて、はい、わー、いいなと思ったんですけど、うん、もうその他の方みんな、はい、それ以上にいいね。素敵すぎますね。すごいね。はい、本当にもう、その後僕が最後に言って何話してんのかなと思うぐらいあれなんですけど、はい、まあ、僕もね、はい、最後にちょっとね、お話しさせていただくと、はい、もう本当にこのサザンキングダムっていうのは、僕たちがね、まあ、60歳を迎える、まだ迎えてないのか迎えてるのかよく分かりませんけども、ぐらいの年齢でね、まあ、ここまで44年、来年45年、観光サザンファンキングダムファンでいさせていただいているっていうのがね、とても幸せで、何かをご恩返しをねできればなと思い立ったのが、まあ、最初なんですよね。そうですね。はい。で、まあ、今回の、ね、ツアーが5倍返しね、もう本当にいつもありがとうという桑田さんのその思いがね、なんていうんですかね、なんか勝手に思ってるだけですけど、なんか通じ合ったのかなみたいな去年ね、去年から初めてですよ、もう1年以上ちょっと経ちますけど、なんかこうね、ケンプレのビッグマスター今年のね、5倍回ツアーお互い元気に頑張りましょうみたいなね、っていうのって本当にもうね、共感しまくりなので、まあ僕たちも桑田圭介さんも本当にお互い元気にね、はい、頑張り、ね、頑張って、はい、僕たちは桑田さんをどんな形で応援できるかっていうのはね、まあ、この YouTube 通してやり続けていきたいと思ってるので、桑田さんもね、もし出らっしゃったら少しだけ応援していただけると嬉しいなと思います。僕たちも精一杯応援します。これからも元気でよろしくお願いいたします。それではいいね、みんなのメリークリスマスね、と思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、クリスマス。チャンネル登録よろしくお願いします。